皆さんおはようございます。9月23日月曜日です。時刻は現在6時を回っています。ここからもウェザーニュースライブモーニングで最新の気象情報を中心にお伝えしていきます。担当は小林理恵です。よろしくお願いいたします。さて、今日はですね、3連休の最終日となっております。この後お天気は回復に向かうところが多くなる予想なんですけれども、現在関東周辺でも雨が降っています。今日6時台も実況の雨エリアからこの先のお天気変化も中心にお伝えしていきたいと思うんですが、昨日おととい花火中継を行っていました。スタッフさんがまた足を運んでくださっていたので、はい、そちらの映像も少し振り返って皆さんにもお伝えしていきたいと思います。まずは土曜日に行っていたこちらです。こちらが上祖鬼怒川花火大会という花火大会で、わあ、綺麗ですね。お天気もバッチリじゃないですか。土曜日曜実際に足を運んでくださっていて 4K の映像とても綺麗ですね。上層鬼怒川花火大会、見どころは 200m のナイアガラ富士。ちょっとまだピンとこないんですけど、200メートルのナイアガラ富士、どんな感じになってるのか、ぜひ皆さんも映像でご確認ください。ナイアガラってことは滝のように来るんですね、きっとね。そして富士でもあると。わー、綺麗です。9月ももう後半ですけれども、まだ各地でね、花火大会があるということですので、ぜひこちらアーカイブにも残っていますので、これからね、あの山口さんのようにこう秋が深まっていくのが物悲しいなと感じる方は、花火見るだけでもちょっとまだ夏気分がね味わえますし、とても素敵な美しい映像になっています。全然雲もないし風もないのかな、いい感じで風も吹いていたんですかね。とても鮮明に映っています。あら、素敵な映像になっているので、よかったら皆さんもぜひご覧ください。そして昨日も愛知県知立市で花火大会があったということです。手筒花火の中継は今回初だったんですって。すごい、めっちゃ祭り、ファーファースタッフさん、すごーい。なにこれ、すごーい。なにこれ、なにこれ、すごいですね。炎に包まれています。暑いですよね、絶対。わー、すごいや。こちら知立の秋葉祭り、手筒花火、みんなでこう持ってるんですね。素晴らしい。なんか心配にもなってしまうんですが、この花火大会の昨日あったということで、市内6つの町のお若い方が練り歩き気をして、夕方になると神社にこうやって入って手筒花火を披露するんですって、はあ、有名なんですかね、静岡湖西市の方も。こっちもありますよと聞いてます。私も実際にこういった花火を初めてお目にかかりました。伝統的なお祭りということで地元の方でも賑わっているようですね、はい、いや本当にかっこいいです。すごく素敵です。無事開催されてよかったですね、うん、ぜひこの様子も迫力があるので、またこう打ち上げ花火とは違った魅力がありますね。ぜひこちらの映像も
ご覧いただきたいと思います。なんかより熱気が伝わる感じがして、これもまたいいですね。はい、まあ、そんな花火に関する話題もお伝えしていきましたが、皆さんおはようございます。 失礼いたしました。時刻は8時を回りました。この時間からはウェザーニュースライブサンシャインをお届けします。今日の担当は魚住真由です。よろしくお願いします。はい 連休中の間でしたか。 またどうぞ待ちしてしまいましたね。本当に何を、はい、どうぞ待ち、はい、そうなんですよ。収録を していると間違えてたまにやってしまうんですよ、このどうぞ待ち。はい モーニングだとね、最初こうどうぞから入るのでどうぞ待ち、はい、サンシャインだったんですけど、どうぞ待ち。 あー、失礼いたしました。かなり真顔でね、ずっとこう何かを待つっていう 変な時間が流れておりましたけれども、はい 優しい、ありがとうございます。この後はですね、サンシャイン内にて最新の気象情報をお伝えしていきます。さあ、皆様連休最終日ですが、いかがお過ごしでしょうか。この3日間の中ですと、今日が一番こうまだ落ち着いた天気といいますか、西日本から東海などはもう天気回復して、朝から日差しが届いているところもねありますので、よりこう冷えて感じたんじゃないですか。気温も前日比較で関東衛星はかなり下がっていて、千葉もね、昨日と比べてこの時間で8度、8.3 度低いんですよ。ね、かなり体感の変化大きくなってます。いや、でも今朝出社時もかなりこう寒いなって感じました。あ、そう、確かに今朝ブランケットこう頭巾のように被ってたんですけど、でもあれはね、結構デフォで 今日に限った話ではないんですよ。ただ出社する際、会社周辺も雨降っていましたし、なんかね、やっぱりこう、あ、寒いなというふうに感じました。こう視覚的にもなんか寒さを感じるんじゃないですかね。車内からこう雨粒がこうずっとついてるのを見るみたいな。で、運転手さんとずっと今日はお話しながら 出社してまいりましたね。いろいろ、何をお話しされてたかな。なんか運転手さんの近況報告を お聞きしながら、出社してまいりました。楽しかったです。皆様もぜひ3連休最終日、この後のお天気しっかりと確認しつつ、少しでもね、休息の取れる一日にしていただければと思います。皆さん、こんにちは。9月23日月曜日です。時刻は11時を回りました。ここからはウザーニュースライブコーヒータイムをお届けしていきます。担当は青原桃香です。どうぞよろしくお願いいたします。今日は連休中の最終日ということで、月曜日となっています。皆さんはお休みの方もいらっしゃいますでしょうか。ねえ、お出かけ行くよという方もいらっしゃるかと思いますけれども、今日は、特にこの先天気が回復していくところがさらに多くなりそうです。ぜひそんな中ですと、気温にも注目してお過ごしいただけたらと。はい、休みです。 いいですね。はい、仕事です。はい 今日の報告ありがとうございます。はい、お仕事という方はね、乗り切って行きましょう。ジム行ってました。素敵ですね。朝から朝活っていうやつですね。ジムいいですよね。私は社会人になってから通ったことがなくてですね、大学生の頃にアルバイトをしたら無料で 使えるのでアルバイトをしていたんです。あ、そうなんです。福利厚生で無料で器具とか使えたりするので、普通のジムではなくって低酸素のジムにアルバイトしてまして、アルバイトをしていまして、そうなんですよ。すごく性格が出るなと思うんですけれど、そこの謳い文句というか、売りが30分でその低酸素空間で運動すると通常の環境
の2時間分の運動効果があるというのが売りでして、すごく素敵じゃないですか。そうですね、4倍の運動量、単純計算で30分ランニングマシンで少し歩くだけで2時間分の効果があるというのがすごく魅力的で、スタッフをやっていましたね。効果ですか？その頃のお写真見返してみたら、今以上にぷっくりしてました。そう、安心して多分食べちゃうからですかね。なんか全然ジムに通ってる感じではなかったんですけれども、あ、ちょっとジム行ってくる。いいですね、意識高めに行きましょう。そう、社会人になったらさすがにこう無料で使えるっていうのは厳しいじゃないですか。なのでちょっとね、運動したいとなるとお外を歩いてますね、無料で。無料ですので、そこら辺を歩いていたりちょっと走ったりっていうのはたまにしているんですけれども、ジムとかあとはピラティスとか流行ってますけれども、ね、気になりつつも私はねできていないんですよね。そうなんです、ね、皆さんですけれども、だんだんとお外で運動するのも、ね、暑さは和らいできて動きやすいかと思いますので、ぜひ運動の秋とも言いますもんね、食欲の秋でもありますけれども、体もしっかりと動かして健康的な毎日を過ごしていきましょう。皆さんこんにちは。9月23日月曜日、時刻は14時を回りました。ここからはウェザーニュースライブアフタヌーンをお送りしていきます。担当は大島里乃です。よろしくお願いします。さあ、今日週明け月曜日ですけれども、連休なんですね。3連休最終日ということで、皆さんお休みの方が多いでしょうか。ちょっと出だしあれでしたけれども、ちょっと大変失礼いたしました。マイク乗ってなかったみたいなんですけれども、ね、ちょっとバタついてる。連休だからかな、やっぱりいつものペースちょっと乱れません？今ね、ももかちゃんとも裏でそんな話をしたし、だからスタッフもどうやら雰囲気がいつもと違うらしくね、なんかお休みだったらね、多分思う存分お休みっていうね気分を謳歌してる方もいらっしゃると思うんですけれども、連休中だけど通常通りこうやってお仕事があったりすると、でも連休の世間の波もちょっとね受けるじゃないですか。そういうのでね、なかなか回りづらかったりするかもしれないんですけれども、お仕事の方一緒に頑張りましょう。今のところ私は無事にお仕事ができておりますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。うん、お休みですか？お休みの方多いですかね。いや、確かに今日はこれからカメラを持って多分どこかお写真を撮りに行くのかなっていう方々を見かけたりとか、まあ、家族連れの方を見かけたりとか、すごいそういうね、あ、もう 100% 今日お出かけこれからしに行くんだろうなっていう方が街に溢れてました。すごい移動してる方が多いなって思いましたね。結構連休明けで電車が閑散としてる時とかも多いんですけれども、今日お天気がね関東は割とよく、昨日は曇りがちでパラパラしたタイミングもねポツポツしてたりもあったんですけれども、結構すっきりと晴れましたので、お出かけする方が多いんじゃないかなというふうに思いました。あ、お出かけに行くわよということで、これからお出かけいいですね。いや本当にそう、気温というか体感が、すごく過ごしやすくなって、私も今日は出社する前に図書館に本返してきました。いや小さいお出かけが小さすぎるんですけど、でもちょっと駅まで歩くのも本当に最短距離で行きたいくらい暑かったじゃないですか。それがちょっとその街をお散歩がてら図書館に本返してみたいに出社しても別にいいなって思えるくらいの体感だったので、本を返してから
きましたね。なかなかタイミングを伺っていたんですけれども、今日は全然歩ける気温体感だなと思って今日結構いたしましたね。だからなんかこう暑くなくなるとそうやって選択肢も増えて嬉しいなって思いましたね。ぜひ皆さんも外を少し歩くだけでもね、気分転換になりますし、だいぶ歩きやすい気温体感になりましたので、ぜひぜひ3連休最終日ですけれども、お出かけするなり休むなり素敵な一日をお過ごしいただければなと思います。ちなみに何の本を借りたかというと、すごい珍しいかなと思うんですけど、児童書です。そう、久しぶりに児童書が読みたくなって、本当なんか小学生みたいなんですけど児童書で、あ、読みたくなったっていうか気になるものがあったので児童書で、あのなんか大人になってから児童書ってあんまり読むことないなって思ったんですよ。意外じゃないか、意外じゃない。わざわざ大人になってから児童書コーナーを見に行くことってそんなないじゃないですか。手に取ることも少なかったし、あと本屋さんで見たりすることも少なかったので児童書読んだんですけど、え、どうだったか感想知りたいですか？そう、いや、なんかこれ小学生読んでわかるのって思うくらい、そのなんでしょう、噛み砕いたことだったけれども深いテーマで、これ難しいなって、すごい大人が読んでもすごく難しいなっていう風に感じたんですよ。もちろんね、ちょっと絵が挿絵、分かりやすいように絵が入ってたりとか、その難しい言葉は出てこないけれども、物語全体像を把握するのはすごいこう大人ながらにも難しいって感じたので、うん、何読んだか気になりますか内緒にしておきますそう、だからなんか大人になってから児童書読むのも悪くないなっていうか、大人になったからこそ児童書読むことで、何でしょう、よりもう一回ね考えさせられることとか、分かった気になってスルーしてしまって大人になってたこととかたくさんあるんじゃないかなって、今回児童書読んでね、すごい思いました。内緒なんですけどぜひ皆さんもなんかこういろんなねジャンルの本を手に取ってみると新たな気づきがあるなというふうに思いました。はい、さあ、あ、読書の秋ですしね、本当に体感がいい感じになってきて、何でしょう、あれやりたいな、これやりたいなっていう意欲もう湧いてきますよね。夏は生きてるだけで精一杯みたいな暑さだった、本当にちょっと行くだけでみたいな、すごい疲弊してたんですけれども、秋になってね、すごい過ごしやすくて、いろんなことにチャレンジもできるような体感になってきたと思いますので、読書の秋もいいですし、芸術の秋もいいですし、スポーツの秋もいいですしね。いや、本当生命維持からね、何か新しいことにチャレンジできるような季節になって、こう季節もちょっと進んだのかなと思った今朝でした。こんばんは。9月23日月曜日、時刻は17時を回りました。ウェザーニュースライブイブニング、この時間は時田瑞希がお送りしていきます。よろしくお願いします。今日は月曜日ですけれども、振り替休日ということで3連休最終日、お休みの方も多いんではないでしょうか。今日振り替休日で合ってますよね。うん、そうですね、やっぱり振り替休日、やっぱりシフト制のお仕事をしていると世間がお休みなのかどうなのか、ついついね分からなくなってしまいがちなんですが、3連休最高、いいですね。皆さん何をしてお過ごしでしょうか。今日は何をお話ししようかなと思って、番組前に今日は何の日かどうか調べていたんですよ、記念日があるかどうか。そしたら今日不動産の日だそうなんですよね。はい、あのお引っ越しをする時だったりとか、新たな場所に移動する際に不動産調べたりすることあると思うんですけど、皆さんは引っ越しをした経験ってありますか？あ、ないですか、スタッフさん。へー、同世代くらいのスタッフさんなんですけど、引っ越ししたことないんですね。してみたい。あー、そうか、私は人生で1,2,3,4,5,6,7,7回引っ越しをしたことがありまして24歳で7回したことがあるってことは、
3年に1回くらいは引っ越ししてるってことになりますよね。そう、あのもともと転勤族ってこともありますし、大学から実家を出て、で就職でまた違う場所に来てっていうのをいろいろな、ね、移動を繰り返しているっていうのもあると思うんですけど、お引越し大変なことも結構たくさんあるんですけど、でもやっぱり新しい環境でどんな家に住もうかなって思いながら不動産を調べる時間結構好きなんですよね。あ、調べるのは好きなんですか、スタッフさん。間取り見るの好き。でも分かります、ここに住んだらここにベッド置いてここに机置いてとか考えるの楽しいですよね。分かります。あの一番直近のお引越しをした時に家にうさぎさん、わたげさんがいたんですよ。で、動物さんと一緒にお引越しするのは初めてで、で当日引越し業者の方がいらっしゃって、で私がちゃんと閉められていない段ボールがあったんですよね。そしたら、これ閉まってないですよ、ちゃんと閉めてくださいって、こう金髪の男性、若めの男性の方にこう注意をされて、まあ、私が悪いんですけどね。でもなんかちょっと怖いなって思ったんですよ。あのお引越し中に何回私怒られるんだろうみたいな。あ、ちょっと怖いなって思っていたんですけど、あの新居に着いて荷物を運び入れる時に、わたげさん、うさぎさんを一番に運び入れてくださったんですよ。で、違う、わたげさんのケージを一番に運び入れてくださったんですよね。私があのバッグにわたげさんを入れて移動したんですけど、で、あ、ケージ一番に移動させてくださったんですねって言ったら、だってなかなかケージ入れなかったらかわいそうっしょって言われて、めちゃくちゃ優しい。なんて優しい方なんだと思って。で、かわいいっすねって言ってくださったんですよ。もうその瞬間に心の中で大親友になりました。私にとっても本当にね、優しい方で、無事わたげさんと一緒にお引越しをできたっていういい思い出がありますね。あと私、引っ越し前にもうキッチンの用品とかも全部段ボールに入れてしまっているので、食事はデリバリーサービスを利用していたんですよ。で、カレーを頼んだんですけど、結局引っ越し当日時間がなくて食べられなくて、私カレーと綿毛さんを持って新居に移動したんですよ、タクシーで。そしたら多分匂いで分かったのか、新居について荷物全部運び入れた後に、机ももう出したんでカレー食べれますねって言われて、そうバレてたって。そうなんです、そんな思い出がありましたね。この時期はあんまり引っ越しする方多い時期ではないのかもしれませんけれども、その分たくさん物件があったり、ちょっと引っ越し費用などもお安かったりするみたいなので、これから引っ越しの予定ある方はね、今のうちにちょっと不動産見てみるのもいいかもしれません。こんばんは。9月23日月曜日、時刻は20時を回りました。ウェザーニュースライブムーンのお時間です。担当は小牧優衣です。よろしくお願いいたします。生放送で最新の気象情報を中心にお伝えしていきます。コメントもありがとうございます。3連休いかがお過ごしでしたか。今日はこの連休の中では一番こう晴れたところが多くなりまして、お出かけ日和というところも多かったですね。特に西日本から、東日本にかけての日差しが届いたところ、あと北海道もね、秋晴れが広がりましたので、体感的にも秋らしく涼しく感じられたのではないでしょうかね。今日は外を歩いていても昨日よりもさらに風の涼しさを感じて、東京が最低気温 20.3 度、結構下がりましたよね。北海道どうかなと見てみると、旭川では 7.5 度、
札幌が10度まで下がりまして、こちらはねひんやりを通り越して寒いくらいですよね。今日ストーブをつけちゃったという方はどれくらいいらっしゃったのかな。昨日もムーンをお送りしていったんですけれども、そう、北海道や東北北部の方からはストーブのリポートが届いたりして、まあ、一方でね昼間まだ西日本などちょっと暑さを感じたエリアではエアコンも欲しかったですか。いかがでしょう、皆さんのストーブ事情、エアコン事情、今ソラミッションでも伺っているのでぜひね、教えてください。今エアコンはつけてますかという調査をずっとね行っております。大丈夫かな、窓開けてたら寒くなった、あーそうですね、私も今日の昼間ぐらいから外に出ていたんですけれども、昼間はね半袖と半袖ニットと短パンで気持ちよかったんですけれど、夕方この辺りに出社してきたら結構肌寒かったですね、やっぱり夕方夜は一枚羽織るものが必要なのかもしれないです。